のチャーボくんやります。イラプリ2021動画ってコードで今回はですね、ユナイテッド新アイコニックガチャから登場、新アイアムギグスの名称をやっていきたいと思います。すでに一度アイコニックで登場しているギグスがですね、新バージョン能力で登場ということでね、今回のギグス、あの能力値がめちゃくちゃ上がってます。もう10ぐらい上がってるんでね、一つの能力が。注目度で言うと、プレイヤーパックの能力値を超えた新アイムラッシュほどはもうめちゃくちゃ強くてね、やっぱユナイテッドガジェットはね、今回ラッシュフォローってイメージ強いと思うんですけど、ギグスも負けてない強さしてるんでね、ドリブルが特に99高いですね。カンスト、まあ、元からカンストしてるからね、ブーストかけなくても。で、パスも両方うまく、決定力も95へ、そしてスピシュン97、98、ファーストドリブルがね、かなりおすすめギグスで、ここだよね。今回はもうボディコントロール、前回の9IM ギグスよりも10ぐらいね違うので、お相手がプレスかけてきてブレにくくなってる。ドリブル半端ないギグスに進化しましたね。まあ、細かいテクニックスキルも持ち合わせているので、やっぱギグスのねスピードを生かした、まあ、その中にもね繊細さも兼ね備えたドリブルをね仕掛けていきたいと思います。まあ、プレイスタイル、ウィングストライカーなんですけれども、今回ねちょっとギグス OMF 真ん中でね、真ん中からぶち抜くみたいなそんなねライアンギグスをお見せしたいと思います。新 IM ギグスは早速見せていきましょう。新 IM ギグス好調、ボディコン上げ。やっぱドリブルのね、体当てた時の強さがあるので、そこからねさらにドリブルを強くなったと。ドリブル数値は高いですけど、ボルコンボールキープに関してはねめちゃくちゃ高いわけじゃないんで、こねまくるっていうよりはやっぱ一発の火力をね。ルーレット、キックフェイント、ギグス、さすがのドリブルだぜ。ルーレット、キックフェイント、ギグス、さすがのドリブルだぜ。これがライアンギグス、ボディコン上げギグスです。これムバッペシュートまで来るからパスの可能性ある。いや打ってくるか、自分でやれた。駆け引きあったけどね、1対1。ドラッグバックヒール、ヒール、そしてここ、いる。さあギグス、そこにいるがポストか。よし、きたーこれがね2列目からの飛び出し的な動きですね。 OK でニアですね。ここはスピードってきます。あれがねやっぱギグス無印なんでね。さらに来た、またオッケー。いやし、ボディコン、うわどっか行った、ボディコンどっか行った。あーねー、チェーンでね肩しちゃったけどね、しっかりギグス決めていく。まずはね前半ここ90ルートからのギグスが見せると、一度ね体寄せられるんだけど若干ボール弾きながらね、これがね OMF ギグス強いんでね、あとはもう誰も追いつけないね。爆速ギグス通りから200ということで、まだまだいきましょう。ライアンギグスのアイコニーお願いします。いきましょう。いやーギグスがいい、ギグス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 、キックフェイント、ギグス、アレシャンドレパトのね、あのバルセロナチャンピオンズリーグ戦見てるかのようなゴールでしたね。やったー、オッケーアゲース、オッケーアゲース、マジで速いっすね。でまあキックイン続シュートがしっかり決めれるんで、決定力も兼ね備えちゃってるからそこも強いっすね。やばいねこれ、ベッカー巻いてる、チェブシューバー、はい、ギグス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 、シュートこそ入んなかったけどね、今のがね、ボディコン上げギグスですね。あれがね、やっぱ今までのギグスだったら、取られてるところも取られませんから、ボディコン10上げギグス。オーケー、いやー、ここで丸川さん行きたかった。ギグスのやっぱダッシュしながらのボディコンがえぐいっすね。うわーちょっとやばいねこれ、うわ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 ロナウドうまい、いやーロ
ナウドえぐいな今の。クリスティアーノ・ロナウドやりますね、さすが。でギグスで貯めてからのこれ、オッケー。いやー最後 OK だな、 PK かな。ナイス、ラッシュがギリギリで。ここはさあキーパーとギグス目と目で見つめ合って動くかどうかね。ノイヤー、あーどうこ、右だね、右だね、真ん中です、勇気の真ん中です。ギグス決めるはず。いやーこれ怖いですね。もう一個ですねこれ、よし、やらせない。ギグスナイスフィネスパス、ネドベドが空いてる、ここナイボーで、これ、あ、え、お、オーケー。もう一丁来ました、もう一丁、ギリギリの。さあもう一度ノイアーとギグス目と目で見つめ合ってね、先ほど真ん中に蹴ったんで絶対次も真ん中に蹴るっていうね、右と左に蹴ると思わせて真ん中に蹴ると予測してると思うんで左に蹴ります。おー、インタイできた。またよっしゃインタイでゴー。さあということでね、お相手がここで終わりパターンですかね。ギグス新 IM、 まだまだいきましょう。イグニードリブル、ギグス好調、いきましょう。ライアンギグス、この試合も新アイコニックボディコン上げ、体感ゲーは大歓迎。ライアンギグスのドリブル大歓迎ですね。これギグスは一瞬でですよね、ほんと一瞬のスピードが怪物なんで。うわー結構来るな、ただ失いません。結構来ますね、つつのこのギグス、速い速い、いやえぐい。うわーフリット、オッケー、ここで落としてギグス、粘ったねーマジで。ギグスは体幹えぐいからね今回、本当にギグスの体幹ゲーですからこれ、大関係だね、イグスの体関係大関係。どこ狙うか、これこのピンポイントパス、そして自ら来て右足。めちゃくちゃいいボール出すね、そしてギグスシューバー戻します。ベンゼマ嫌だ、うわベンゼマ強い、これ習慣かな、いやベンゼマ、ベンゼマやっぱ強いっすね。オーケーファル、よしギグス、これ狙えるでしょう、直接フリーキックエリアへ突入。さあうわーちょっとこれ影分身の術してるお相手。デスバラン、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 デスバランですねこれ。デスバラン、デスバランのところに集中力をかき乱してこようとしますが、その集中力に負けない、日本語がやばい、あー負けた。集中力に負けた。ギグス、ナイスタッチ、うわー切れたら完璧だった、ギャーということで、あれギグス惜しかったな、ギグスいい飛び出しでしたけどね。ギグスの2列目から飛び出したようなパスでいったんですよ、これキーパーナイスキーだね、ノイヤー、ノイヤー神キーということで惜しかったですけどね。お次ラストギグスいきましょう、ギグスいきましょう、調子普通、フリット絶好調、これは収めまくり、ラストいきましょう、ギグスファイト、どうしようかな、遅らせつつ横パスの可能性が 78%、 そこを狙うんだ、ナイス、横パスの可能性が 78% あったんでね。 ギグスバースト強いです。うおーこれは結構来ましたね。さあここでいい位置でもらっていく、フリーキック狙おう、これねソルキャンがどう来るかなんですけど、あーそこに立たせる、多分これヘディングで端く狙いですね、だったらもう真っ向勝負、ギグス、よっしゃー決めていく、ギグス直接フリーキックだ。これ見てください、もうねお相手がなかなかやっぱカーソルあった瞬間にね、裏ガイド、うわー無理か、まだある。さあシングルルーレット、いいとこループ、いやーギグス神ループ、それあーぷーあーおーギグス神ループ、
たる。あそこのもうふんわりループね、本当にもうショートケーキのようなふんわりループ、いやー絶妙パスでフィル、うわーよー、いやーここは大丈夫、オッケー、最後でしっかりいけば問題ないと。オッケー、2対0ということで、後半はね、なかなかもう硬い試合が続きましたよね。しっかりギグスに得点。まあ、ギグスのね、ここの動き出しとかも熱いよね。で、手上げて受けてからの、ここでディフェンスキーパー無力がループ。芸術ループ決めてくれたね。今回は、新アイコニックギグス名称でした。またね、皆さん使って試合の方をやっていこうと思うんでね、ぜひ、皆さん遊びに来てください。ギグスバーストも強いね。こちらで当たった方は使ってみてください。まだ視聴者のバブ、ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプー。